こんにちは、ことのはあおいです。もぐもぐももぐもぐも。お姉ちゃん、最近お菓子食べすぎじゃない？もぐも？昨日お風呂上がりに見ちゃったんだけど、ちょっとお腹プニプニになってきてるわよね。もぐもっくも。何かスポーツでもしてダイエットしないと、このままじゃ体型崩れちゃうわよ。ごっくん。スポーツか。どうせやるなら、ありきたりなやつじゃつまらへんな。なんかこう。何それ、あかねちゃんすごい。って驚かれるような、珍しいスポーツがええな。珍しいスポーツね。わかったわ。お姉ちゃんのスタイル維持のために、とっておきのやつを紹介してあげる。じゃあ今日は、超個性的で面白い、マイナーすぎてやばいスポーツ4選、について話すわね。ワクワク。まずは、マイナースポーツとは何なのか説明しておくわね。マイナースポーツとは、競技人口が少なく知名度が低い、つまり、一般人にとって馴染みの薄いスポーツの総称のことよ。ふむふむ。せやから珍しいスポーツイコールマイナースポーツってことでお話ししてくれるんやな。あ、せっかくやからもう一個注文つけよかな。お姉ちゃん、授業でバスケットボールやるときに、背の高い子が得しとるのを見て、不公平やなって思っとったんや。せやから、体格差の関係ないようなスポーツがええんやけど。あるわよ。体格差の有利不利を解消するために生まれたマイナースポーツがね。へえ、きっと、誰にでも平等で優しい人が作ったスポーツなんやろな。どうやって体格差を解消したんや？スタンガンを使うことで体格差を解消したの、なんか思てたんと違う。これは、アルティメットテイザーボールというマイナースポーツよ。基本的には、手を使ったサッカーのようなスポーツとなっているわ。軽くルールを説明すると、試合は4対4のチーム戦で、室内フットサル場などで行われるわ。3ピリオド制で、約60センチメートルのボールを相手ゴールに入れると得点となるの。そして、このスポーツの目玉となる、スタンガンが使われるタイミングなんだけど、基本的に、ボール保持者からボールを奪う際、また、保持者以外の守備側に対してのみ、スタンガンを使用することが許されているわ。さらに、各ゴールの前には、ショップゾーンと呼ばれる半円状のサークルがあり、その中においては、攻撃側、守備側問わず、スタンガンが使い放題なの。面白そうなスポーツやな。スタンガンさえなければ。というか、なんで体格差解消でスタンガンに行き着いたんやろ。アルティメットテイザーボールを考案したのは、アメリカに在住する3人のグループなんだけど、思いつくきっかけとなったのは、アメリカで盛んな、ペイントボールというスポーツだそうよ。ハイテクな道具を使うことが、体格差の有利不利が少なくなることにつながると考えたのかもしれないわね。ということで、アルティメットテイザーボールは気に入ってくれたかしら。ちょっとまだ他のも聞いてみーひんと決めかねるかな。あ、そうそう。お姉ちゃん、前ネットでエクストリームスポーツ特集ってのを見たんや。BMX とか、スノーボードなんかがあって、めっちゃかっこよかったんよな。マイナースポーツの中にも、エクストリームスポーツってあるんか？もちろんあるわ。とってもエクストリームな場所で、あることを行うスポーツなんだけど、これはお姉ちゃんも普段やっていることよ。普段やっとること？体育でやっとる種目とかか？それは、アイロン掛けよ。え？これは、エクストリームな場所でアイロン掛けを行う、エクストリームアイロニングというマイナースポーツよ。わけわからへんわ。そもそもこれは何を競っとんねん。ちゃんと競技ルールも設けられているわ。基本的には、シワが伸びているかどうかの技術点。極限状態で平然としていられるかといった芸術点。あと、タイムの計3つを総合した点数で競われることになっているの。ただ、エクストリームアイロニングは、極限状態で平然としていられるか、ということが最も重要だと考えられているから、シワとタイムはそれほど重要ではないわ。なるほど、一番わけわからへんとこが重要視されとるんやな。エクストリームな場所と言ったけど、本当に様々な場所でこのスポーツは行われているの。例えば、断崖絶壁、空中、海の上、海の中。海の中はアイロン掛けの意味なくなるやろ。さっきも言ったけど、シワを伸ばすことは採点で重要視されていないのよ。あくまで、極限状態で平然とアイロン掛けを行うことが重要なの。せやったな。というか、何をどうしたらこんな謎エクストリームスポーツが生まれてくんねん。このエクストリームアイロニングは、イギリス在住のフィル・ショーさんという方が考案したわ。ある日、自宅の裏庭でアイロン掛けをしていた時に、このスポーツを思いついたそうなの。そしてフィルさんは、このスポーツを広めるための世界遠征に旅立ち、アメリカ、フィジー、オーストラリア、南アフリカなど各国を回ったわ。その中でニュージーランドを訪れた際に、ドイツ人旅行者と出会い、
その出会いが、エクストリームアイロニング事務局の設立のきっかけとなったの。何その謎の行動力。ということで、アイロンさえ持っていればすぐに始められるし、お手軽でいいんじゃないかしら。せや、お姉ちゃん普段運動して編成で体力ないから、休み休みできるようなスポーツがええかも。休み休み？そうね、競技中椅子に座れるマイナースポーツがあるけど、それならどうかしら。そんなんあるんや、ぜひそれ教えてや。しんどいのは嫌やからな、できるだけ楽な方がええ。これは、いかにかっこよく椅子に座れるかを競うマイナースポーツ、ホッケーよ。かっこよく椅子に座る？わけわからへんけど楽ちんなスポーツやん。これに決定やな。ええ、椅子に座るまでに椅子を使って様々なアクロバティックな技を決める、エクストリームスポーツの一種よ。全然楽そうやない？ホッケーは、椅子に座るまでの技に、様々なスポーツの要素が取り入れられているわ。例えば、スケートボード、ジャグリング、ブレイクダンス、バルクールなどね。あと、このホッケーの競技には、いくつか種類があるの。例えば、ストリートスツール、これは、スケートボードのように、様々な技を組み合わせて、一つのラインにして競技するものよ。次に、フィット、ジャグリングと同じ要領で椅子を投げる競技ね。そして、1対1の対戦型競技、ホックゲーム、お互いの技を真似し合って、どちらかが失敗するまで続けるわ。ただ、すべての競技に共通することだけど、かっこよく椅子に座ることが重要だから、いくらすごい技を決めても、最後に椅子に座れなければ失格となるルールよ。一番わけわからへんとこが重要視されとるんか。あれ？デジャブ？このホッケーンは2001年にドイツで発明されたわ。そのきっかけとなった出来事があって、3人の友人が集まっていたところ、その中の1人がつまずいてしまったらしいの。他の2人が見ている中、つまずいた人はそのままとても優雅にかっこよく椅子に座ったんだって。ということで、2006年に最初のホッケーンの大会がドイツで開催されることになったわ。どういうこと？競技用の椅子はおしゃれなものも多いから、これを選ぶ楽しさもあるわね。ホッケーン、気に入ってくれたかしら？せや、マイナースポーツって競技人口少ないから、すぐに日本代表になれることもあるって聞いたことあるな。そういうのって夢あるよな。夢のあるマイナースポーツがやってみたいな。それならぴったりのものがあるわ。小説や映画で大人気のハリーポッターシリーズに出てくるスポーツが現実でできちゃう。マグルクディッチよ。わお、夢ある。でも表端と違う。このマグルクディッチは、ラグビー、ドッジボール、鬼ごっこなど、複数の既存の競技の要素を組み合わせて、ハリーポッターのクディッチを現実でプレイできるように再現されたものよ。アメリカの学生によって2005年に始められ、現在では40以上の国々に、計2万人余りの競技者がいるの。ルールを簡単に説明すると、男女混合7人で1チームとなっていて、プレイ中は常にほうきにまたがっていなければならないわ。原作と同じように、それぞれのポジションには個性的な役割があって、ボールを相手陣地の輪に入れることで点数を稼ぐチェイサー、ボールを相手選手に当てて妨害するビーターなどがいるわ。原作を見たことがあるならわかると思うけど、チーム内に1名存在するシーカーというポジションの人が、スニッチという金色のボールを捕まえると試合終了となるわ。原作では、スニッチを捕まえると大量の得点が入って大逆転が可能だったんだけど、現実では輪っか3つ分しか入らないの。だから、事前に一定以上点数を稼いでおかないと負けてしまうから、スニッチを捕まえるタイミングが重要となるわ。めっちゃ消費カロリー高そうやな。ほうきが浮けば楽でええのに。ということで、4つのマイナースポーツをお話しさせてもらったけど、気に入ってくれたものはあったかしら。そうやな。あかん、どれにすればええか考えすぎて頭痛くなってきたわ。やっぱダイエットは諦めるか。諦めちゃダメよ。最初の頑張ろうっていう固い決意はどうしたの？いや別にそこまでは思ってなかったけど。お姉ちゃんのスタイル維持のために、これからも私全力で協力するからね。葵、そんなにもお姉ちゃんのことを。ありがとう。その気持ちに応えられるよう、お姉ちゃんダイエット頑張るわ。お姉ちゃん。おっと、それはそうと、考えすぎて脳に糖分が不足しとるな。チョコ食べよ。もぐもぐ、やっぱ諦めた方がいいかもしれないわね。